チャオ、あっちゃんです。今日6月の29日、あっちゃん家のお昼ご飯はチャーハンです。タコが入ったチャーハン、サラダでいただきます。はい、ということで、できたんで、いただきます。まずね、じゃあ、ドレッシングはね、レモンとキュウリのドレッシング。もうちょっと味濃くしてもよかったかな。塩混ぜたつもりやねんけども、ちょっと塩が薄かったかな。あ、ブラックペッパーじゃなせた。なんかね、味が物足らんのよ。で、ブラックペッパーを。あれ、なくなった。僕持っていったか。卓上ブラックペッパー、これで味が締まると思うんだけどね。ちょっとしたね、スパイスでドレッシングの味が変わるから、サラダドレッシングも不快よ。キュウリがね、ドレッシングにも使ってんけど、中にも入ってん。よっかいったん。また服用してる。来ただけやろ。おいしい。タコがおいしいね。今日はね、僕はどこも行かへん。ねえ、ごそごそするから。スパークリング白ワイン。白のニャングリアに、炭酸で割って、ちょっと甘いめのスパークリング白ワイン。微炭酸やけどね。美味しい。美味しい。ね、基本のイタリアンドレッシング
に醤油が混ざった感じやねんけど、きゅうりの細切れをドレッシングに混ぜて、それとうちで生えてきてたバジルとシソを細かく切ってドレッシングに混ぜてるのね。でもちょっとシソとかバジルの風味があんまりせえへん。もっとこれ多分ね、すり鉢ですって風味出してからドレッシング混ぜたら美味しいんかもわからへんけど、今回ちょっと細かく切ったから味するとことせえへんところがあんねん。あれが壊れてる。マジックブレッドの回す部分が壊れてしたの。これ部品だけ注文したの。明日ぐらい届くと思う。昨日発送連絡取ったから。多分ね。もうちょっとね。あれどこ行った？これ。あれどこよ？あれ？まだ来てなかったっけ？あ、これ。うん、発送連絡来てるな。2000円かかるか。メール便で送るって書いてあるから。あれが届かんかったらね、デザートもカクテルも作られへん。冷凍のフルーツをマジックプレートミキサーかけて、でそれでだからね、なんていうの？混ぜ込んでしまう。だから下の回す部分のプラスチックと回される部分ゴムやから砕けんのよ、冷凍もんやると。ね、何年かに1回変えなあかんねん。去年か一昨年下の部分が砕けてる。ね、中古で下の部分買ったんやけど、それも砕けて、で見てたら部品だけで売ってるから、で部品だけ変えてる。で上っかの部分変えないと置いてあったんやけど、どっか行っちゃってさ、もう見たったらゴム残ってやから、ね、崩れるから予備1個あったんやけど、その予備つけた瞬間崩れてあれも頻繁に変えないの。いいわと思って買ったんやけど、そんな高い部品じゃないんで。いろんなものが壊れていくときは好転反応で良くなるときよく言うしね、いい方向に考えて、あんた何でもポジティブに横に変える。いろんなトラブルがあるとそれはいい方向に動くチャンスだと思ってる。何もね、ちょっと教えてもらった。ピンチピンチチャンスチャンスランランラン。悪い時ほどいい方向に変わるっていう証。あ、サラダにパプリカ入れたかった。な、色味綺麗だった。おいしいしね。まあ、こんなこんなにね、
軽くお昼ご飯食べて、あとゆっくりお酒飲んで、今日はちょっとねキッチン動画を何本か作りで作っときたいね。こんな感じで、いい方向に変われたらなって思う松宮愛でした。はい、ということでね、まあ、ゆるっと過ごしながら今日は一日過ごしたいと思います。で、まあ、キッチン動画作ってね、数日分ねできたら作って、でゲーム動画撮れてないから、ゲーム動画撮れてない、毎日配信を撮ったね、今週撮れてなかったね、ほんまに土日月カーとバタバタしとったんでね、ほんと忙しくてね、なんやかんや忙しいよ。ということで、今日はこの辺でお昼ご飯終わりにして、ゆっくり喋りながら食べたいと思います。またね、いっぱい今日のあっちのお昼ご飯良かったよと思ってくれたら、高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。